はい、こんばんは、山城と申します。さあ、唐揚げ弁当ワングランプリやってまいりました。今日も唐揚げ弁当を食べていこうってことなんですけど、今日が、なぜか、3店舗目になってますよね。おやおやおやと。おやおやおやと、思っていらっしゃる方もたくさんいるんじゃないでしょうか。それほど見られているのかどうかもわかりませんけど、そうですよね。前回、このシリーズ、どこかな、山中で2個食べて、私自身の弁当2個食べて、カレー製に行ったら売ってなかったよ。で、あれか、稲美にある吉津屋に行って、吉津屋で弁当を買ったよ、みたいなところまでが多分本編に流れてると思うんですよ。まだちょっと編集中なんですけどね、そのあたりが。で、じゃあ、なるほど、稲美の吉津屋の、唐揚げ弁当が出るんだろうな、と思ったら、今回ご紹介するのは、なんと、まあ、表題にも出てますね。唐揚げ本舗さんですね。かんべ屋さんですね。かんべ屋さんっていう、唐揚げ専門店の、お弁当を買ってきました。写真でもね、ドンと出てますけど、今回ね、なんとね、ちょっとね、豪華にね、5個入りしました。ここはね、3個入りから5個入りまで選べて、で、醤油唐揚げ、あと、うま塩唐揚げとか、まあ、いろいろ唐揚げもいろいろ種類があります。まあ、何せ唐揚げ専門店なんでね、まあ、手羽先とかもあったりする。それもまた、手羽先もまた、ここ美味しいんですけど、っていうところなんですけど、ただ今回は一番ね、ベーシックになる、醤油唐揚げ。醤油唐揚げ弁当にしました。まあ、5個入り。一番マックスで多いパターンですね。まあ、なぜその5個といってもね、まあ、見ての通り、もう写真で見てもらったら、一体誰だと思いますけど、この大きさなんですよ。唐揚げ1個1個が、もうとにかくめちゃくちゃでかい。で、ご飯が、大盛りまでも、特盛りまで無料だったかな。で、いうことで、特盛りにしてますね。アップかどうかも分からずに、とりあえず特盛りって書いてあると特盛りにしちゃう人間なんでね、とにかく特盛りまで無料だったっていうことでございます。ということで、これが税別で750円だったかな。で、税込みだと860いくらの。まあまあもう、また、後で載せときます。何しても、冷めちゃう前にね、美味しくいただきたいと思いますので、サクッと食べていきたいと思うんですけど、まあ何してね、なんでこうなったのかというと、吉瀬のやつなんですけど、美味しくいただいたんですけど、残念ながらすみません。ちょっとね、いろんな事情がありまして、ちょっと大人の事情でちょっと言えない事情なんですけど、ちょっとね、もう一回また買いに行きます。まぁ、ちょっと夜中にね、撮ったんで、ちょっと夜中の3時とかだったんですけど、実はね、ちょっと、撮影できない、状況になってしまって、ですね、取り急ぎちょっといろいろと、でね、ちょっと出たりとかいろいろとあったりしましてですね、カメラ回しながらちょっと食ってる、時間がなかったんでとかっていうのがありましてですね、ちょっと詳しく話せないところなんで、まあちょっといろいろあって、その収録ができなかったということでございます。ですのでね、今回収録はこれでということでします。さすがに食べてない、ね、ところ出してなくて、多分写真はちゃちゃっと撮ったんですけど、さすがにね、何も食べてるところは映像なしでね、あれだとあれなんで、ここはまたリベンジしたいと思います。またちょっと稲部の方は行きたいと思います。ということでね、早速ね、食べていきましょう。ということで、ここからね、ショーツにも使わないといけませんからね、ショーツ用に撮ってきます。では、いただきます。いいね、うまそうだ。あ、こっちにあれだ、隠れてたんだ、しば漬けが。そうだそうだ、5個あるとね、もうね、隠れちゃうんですよね、いろいろと入りすぎて、唐揚げがでかすぎてね。いや、ここは食べ応えありますからね。いただきます。いっぱい。パリパリしてますからね、うまい。ここのやつは出来たてが一番。
い。そしてご飯の量がいる。うん。ご飯も迷わずかくらっていけばいいですからね。あとは5個入れなんでね、唐揚げもボリューム合いますね。部位はもも肉ですね、うん、すごい。これだもん、1個が手がこれだよ、すごい。これは5個といっても圧倒的なボリュームが、うん、こんだけ唐揚げがガッツリあるとしば漬けみたいなありがたいですね。で、下敷きはスパゲッティですね。ごちそうさまでした。さあ、ってことで、プチ食べ終わりましたけど、うまい。単純にやっぱ唐揚げがうまいです。専門店ですからね、大きいですけど、ちゃんとジューシーでね、で、衣はサクサクで、ね、で、これがね、やはりね、出来たてのね、専門店の味ですよね、いいですよね。うん。まあ、塩も塩でうまいですよね。もちろんこれね、唐揚げ弁当となっていればね、当然また続けていきます。さすがにね、このね、ボリュームね、肉はね、さすがに、ベンチャンだとしんどいし、味の評価としてね、やはりね、膨れた状態で食べるとね、それはちょっと、あれかな、この前弁当2個食った時はどうするんやって話なんですけど、っていうのもありますんでね、まあ、うん。ちょっとまた、日を改めてね、また、カンビ屋さん行ったし、あの辺りまたいろんな唐揚げ屋さんできてますからね、その辺りも唐揚げ弁当のあるところはね、今回対象になります。まあ、今回は、前回ね、前々回とずっと、スーパーにしていて、で、今回はね、唐揚げ専門店。まあ、他にもね、コンビニとかにも売ってるのもね、あります。まあ、これ、いわゆる、全国チェーン店は NG ですよっていうわけではなくて、三重県のこの北中西地域に実店舗を構えているところであればね、買えるところでは別店舗とか、まあ、別に唐揚げ弁当の出店みたいなやつでもね、この辺りに出てるんであれば、対象になりますんで、その辺りもね、いろいろと攻めていきたいと思います。やっぱこうやって改めてくると専門店のところ、まあ、750円、ちょっとね、値段としては、高め設定になりますが、ご飯のね、量とこの唐揚げの量、あ、ちなみにまた3個入りとか、その辺りもね、レビューできたらやっていきますんでね、今度また買ってこよう。だからね、さすがに7個入りばっかしやってるので、さすがにね、お先にあれですけど、確か3個入りでもね、ご飯重にはとかね、できますんでね、それで膨らますっていうのもね、あるですからね、ちょっとその辺りはその辺りでまたね、動画で、ね、紹介できたらなと思っております。ということでね、美味しくいただきました。また詳細ね、唐揚げの大きさとか、カロリーとか載ってるのかな、これはさすがにないよね、弁当店だから。まあまあ、ちょっとホームページとかにも、もし載ってたらその辺りとかの弁当とかの中でちょっとまたこう、詳細は解説するし、用のね、解説日みたいなものをまた作ろうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。先にまだ食べる動画が続くのか、ちょっとわかりませんけどね、まあ、その前にそもそもこの、4つ目の揚げ方もちょっとまたいろいろと考え直さないといけないところではあるんですけど、まあそんな感じでやっていきたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。